ん？あれ？あの人、こっちに近づいてくる？すっげえな、女じゃん。はい、ということで今回から折巻スズルートの攻略を進めていきたいと思います。どっからどう見ても女だよな。やっぱユニベールってこういうやつが来るんだな。うん、近いな。結構スズはグイ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 距離を詰めてきそうだから、まあ心配なのはやっぱり温泉かな。で、悪い、いきなり。あ、いえ。お前も受験生だろ？やっぱジャンヌ狙いなのか？ジャンヌ？ユニベールじゃ男役はジャック、女役はジャンヌって呼び方だろ。そうか、ユニベールなら女役志望の女性的な容姿をした生徒がいても珍しくはないんだ。あとあれか、温泉の前に水着イベントがあるのか。俺、折巻すず、受験番号800番、ジャック志望だぜ。私は橘紀沙、796番です。あと、どこの段階で紀沙が女だとバレるかだな。蒼ちゃんは最初からね、ちっちゃい時から知ってるし、ふみもね。言葉遣いもジャンヌっぽいな。普段から私って言ってんの？でもな、こういうとこ鋭いよね。なんかよく見てる。うん、近づいてよく見てるし、普通になんかこう、ね、相手の喋り方とかね、容姿とかなんか観察できてるよね、スズは。案外早い段階でバレたりすんのかな。はい、そうなんです。おいおい、ためどしだろ、敬語やめろって。それもユニベール受験の秘策か？いえ、あ、うん、違うよ。そっか。受験者、集まって。こうして、こうして、こうして。本当にできんのかこれ。スズ君、どうしたの？うわぁ、立花。声が大きいな、スズは。やっぱり。あ、ごめん、驚かせちゃった。お、こっちも驚いた。あ、いや、大丈夫なんだけど。あれ、スズ君、台本持ってる。でも、公演の台本じゃないな、これ。あ、自主練用の寸劇台本、ネジ先輩にもらったんだ。へえ、いいね、面白そう。それがさ、歯切れが悪いね。ああ、ちょっと見てみろよ。うん、これかなりドロドロの恋愛ものだね。そうなんだよ、ネジ先輩になんか稽古用の台本ないか聞いてみたらさ。おう、それならこんなのいかがでしょう。我がクオーツのアルジャンヌ、高階サラフミに鳥肌まで立てさせたラブロマンス。ふん、なんかフミに鳥肌をね、フミが鳥肌立つぐらいのお話なのに、それをスズに渡すって。なんかフミさんが、なんで？まあ、お読みなさい。おう、うわぁ、ああ、なんつ、キスキスキス、そしてキスって、どんだけ中させんすか。そうだよ、誰かとやってごらん。いや、でもさすがにこれは。ジャックエースになりたいなら、これぐらいのことはできないと無理じゃないですか。お、煽ってるね。演者ですもんね。あ、そっか。でもガチでやるんですか？キスできるかな。純朴な折巻氏をからかってしまって申し訳ない。
え？逃げ道はあるのよ。だって舞台の上でガチ中しまくったら見え方変わっちゃうでしょ。教職員からお叱り受けちゃうかもしれないし、まあどうしても必要なら叱られようが何しようが断行しちゃうけど。あれ、僕ってひねくれてるでしょ。ふん、自覚ありか。そうっすね、そうっすね。この正直者。でもじゃあどうやってやるんですかこれ。例えばそうだね、このシーン、35回目の浮気をした彼女にそれでも構わねえとばかりに男が余裕のキスをかますシーン。なんでそんなに浮気するんすか。これ彼女の顎をクイッと上げてからキスするんだけど、その顎に添えた自分の親指にチュッとやればいいのさ。親指にチュッと。そうそう、相手の顎に親指を添える、持ち上げる、顔を寄せるね。自分の親指に自分の唇を押し付けてチュッとね。すげえ、それっぽく見える。結構難しいだろうな、うん、結構ずれて見えない、それって。これならマジキスするわけじゃないしやりやすいでしょ。あれか、技なのかな。やっぱりもう一度言うけど、ジャックエースを目指すならこれくらいできないとダメ。角度とかしっかり頑張ってね。踏みとかめちゃくちゃうまそうだな。それで試している最中だったんだね。おお、ジャックエースに必要って言われちゃやらないわけにはいかねえからさ。ユニベールの歌劇で恋愛ものって少なくはないもんね。眠らず王だって言ってしまえば恋愛ものだし、ここまで過激じゃねえけどな。それでも王様と娘の距離は近い。お、そうだ。どうしたの？なあ立花、相手してくんね。何の？これだよ、キスの練習。え？一人でやっても距離感よく分かんなくてさ。お前なら眠らず王コンビで慣れてるからやりやすい気がする。な、いいだろう、すぐ終わるから。別にマジでするわけじゃねえし。なんかね、ここで変に否定して恥ずかしがってもね。わかった、わかった。マジでありがとう。これで後々イキサが女ってわかった時、ほんとこれ入学してまだ間もない頃だけど、このこと思い出してくれるのかな。どうしたの？本当にいいのか？やめる？いや、する。でも、お前相手にこんなことしていいのかな。やめとこうか。やめない！ビビってる場合じゃねえな。よし、やろう！じゃあ、失礼します。はい。顎に親指添えてクイッと上げて。うわ、すずくんが私のことじっと見てる。本当にこれからキスされるみたいで緊張するな。うん、練習だから集中集中。立花とめっちゃ目が合う。あ、目閉じた方がいい？そっちの方がやりやすいか。わかった。じゃあ、これでいい？おお。目閉じるとなんか逆に変に雰囲気が出てさ、やりにくいような気がするんだけど。じゃあ、行くぞ。うん。なかなか来ないな。ん？ん？何も起きない。どうしたんだろう。無理だ。え？こんなのできねえ。あんたよこれ。すげえ本物じゃねえか。だってこんなの。だって本物だもん。すずくん？あ、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 ダメだ、無理無理、ごめん、中止中止中止だ。
つかこんなところ人に見られたらやばいだろ。何やってんだよ俺。本当にしなくていいの？え、ああ、ジャンヌってすげえな。え？いや、お前がすごいのか？入試の時も思ったけどさ、目つぶってるお前、女子にしか見えなかった。だって、女子なんだもん。それも可愛い女子な。ああ、これは無理だわ、本当。そう？ありがとう。いや、こっちこそありがとうだから。マジ勉強になった。でもいつかリベンジする。そん時は頼むな。え？ああ、うん、わかった。なんだか変な約束しちゃったな。お、立花、お疲れ。お疲れ様、鈴くん。しかしすげえよな。何が？お前だよ、お前。私？ジャンヌだけじゃなくて、ジャックもやっちまうんだから。すげえよな。そういう何でもできるのって憧れちまうんだ。あ、っていうかさ、見て、スズの左手さ、これ閉じれるかな？ほら、ミサンがついてる。踏みルートではさ、恋結びだったっけ？こっちの世界というか、ここの踏みの、高品家では代々恋結びって言うんだっけ？まあ、ミサンガだよね？いうところの。スズも左手につけてんな。なんか、あれなのかな？叶えたい願いみたいな。あるのかな？ほら、立花月ももともとはアルジャンヌだったらしいじゃん。成長期で背が伸び出したから、ジャックエースに転向したんだろ？アルジャンヌ時代の立花月も好きだっていう人、結構いるみたいだしさ。何やっても上を目指せるってすげえよな。俺も、いろいろできたらいいんだけど。あ、そうだ。どうしたの？俺に稽古つけてくれよ。何の？ジャンヌだよ、ジャンヌ。え、でも鈴くん、ジャックエースを目指しているんじゃ。何でも経験しておいた方がいいだろ。な、頼むよ、立花先生。うん、先生と言われて悪い気はしないな。前のキス練習に比べればやりやすいかな。わかった、やってみようか。サンキュー。じゃあ何したらいいんだ、立花先生。それじゃあ、ジャンヌのセリフを言ってみる。眠らぞうだったら娘のセリフも鈴くん入っているかな。いやー、全然想像できんな。鈴のジャンヌのもうなんか動きならね、まだしもセリフか。王様は私がやるよ。女っぽく言えんのかな。お、いいな、やろうぜ。王様、あの木です。蚊の飛ぶような声だ。あの木にミツバチの巣ができたんです。ここからじゃ見えないな。まだ小さいんですよ。掃除番さんは危ないからすぐにでも壊したいって。まあね、まだまだ夏公演まで時間があるし、ジャック始めたてだから、これあれだね、キサのジャックもまだまだ、まだまだだねって、なんか俺が上から目線で言うのもあれだけど。これは。でも、料理番さんが蜂蜜が取れるまで置いておけと言って聞かないんです。いろんな意味で、すごい。どうだ？ちょっとはジャンヌっぽくなったんじゃねえか？ほら、こうだろ？こういうことだろ、ジャンヌって。あ、おい立花、ちゃんと見てんのか？見てるよ。やればやるほど遠ざかっていく。あ、どうしたの？いや、鏡に映った自分見たらさ、なんか俺タコみてえで気持ち悪いな。あ、おい、今笑っただろお前。まあでもなんかね、それだけこう滑らかにというかさ、しなやかにというか、
動けてるってことではないんだろうか。すずくん大丈夫だよ、タコじゃない。王様だ。結構すずはなんかね、筋肉質だし、動きにこうなんて言うんだろう、張りがあるというか、キビキビした動きになるのかなと思ったけど、タコか。なかなかしなやかな動きが。え、タコの王様？ちげえ、眠らず王。眠らず王の王様が、娘はそんなやつじゃないって俺の頭の中でめっちゃキレてる。王様が？立花、娘さんやってくれ、本物見せてくれ。やはり王様には眠っていただかなければなりません。私が過去の幻影を追っているように見えるだなんて、不眠に疲れた王様の目が仕事をサボっているんだわ。なんだと。鈴くん、王様の顔になった。私の目はずっと同じ方を見つめています。昔から変わらず、今この瞬間も。どうかな。うん、お前だ。娘はお前だ、俺じゃねえ。そうだよ、娘さんってのは小さくて可愛くて明るくて王様が惚れちまうような子なんだよ。俺じゃねえ。俺がやるならでかくてうるさくて男臭いジャンヌじゃねえと。だいぶ狭まるね。ああもう自信なくすわ。なんでこんなにやれること少ねえんだよ俺は。スズくん落ち込んでる。うん、スズくんは常に全力だね。スズくんは常に全力だね。そりゃな、全力でやるくらいしかできねえもん。それも才能だと思うんだけどな。はっきり全力でやってるって言えるスズくんはすごいよ。ジャンヌの稽古も本気だったもんね。だってふざけたらマジでジャンヌやってる人に悪いじゃん。スズくんはかっこいい、尊敬する。え、照れた。かっこいいよ。そっか。じゃあこのまま頑張っていきゃいいのかな。どうしたの？いや、その、うん、俺やっぱジャンヌは無理だな。こんな可愛いやついるんだから戦えねえよ。え？ああ。貴様若干照れてるか。結構可愛い可愛い言ってくれるもんな。まあその女の子として貴様を今なんか理解してるというか認識してるわけじゃないからね。俺気持ち新たに。ジャックとして一心不乱に頑張る。なあ、ちょっとだけ眠らず王のダンスしてくれよ。体が変な感じでさ。もちろん俺がジャックエースで、お前がアルジャンヌな。うん。電話？青からだ。もしもし、キサちゃん元気？めちゃめちゃ久しぶりなんだけど。うん、そっちは？キサルートでは青ちゃんにめちゃめちゃ絡んでたな、そういえば。元気だよ。実はね、さっきまで玉坂座の舞台を見てたの。じゃあ今こっちにいるんだ。せっかくだしお茶でもしようよ。青もそのつもりで電話したんだ。じゃあ玉坂坂に集合ね。あ、いたいた、キサちゃん、ここだよ。ごめんね、待たせて。かわいい。うん、忙しいでしょ、キサちゃん。相変わらずかな。すごいな、頑張ってるね。たくさんやることあるのに、こうやって青と遊んでくれて嬉しいな。青ね、キサちゃんと一緒にいるのすごく楽しいんだ。青、ありがとう。私も青と一緒にいると楽しいよ。気も楽だしね。周り男の子ばっかだもんね。
へへ、嬉しい。ね、あおちゃんは事情知ってるもんね。なんかちょっとふわふわした感じだからさ、なんかポロッと、なんだろう、ボロが出ないか若干心配だったんだけど。じゃあどこかお店に入ろうか。お、お、あ、そっか、ちょっと待って、今気づいたわ。すずから見るとキサは男っていう認識だもんね。で、このちょっと微妙そうな表情ね。そっかそっか。でもすずもまあ若干ちょっとキサのことをなんかまあ可愛い女子に見えたとかって意識しちゃってるから、まあでも女の子っていう認識はなくてね。あ、そっか。なんかちょっとあれかな、複雑な気持ちなのかな。すずくん、お疲れ様。え、ああ、おう。どうしたんだろう。すずくん、なんだか変だ。買い物？散歩？え、ああ、うん、まあそんなとこ。アクティブだからな、すずは。じゃあ、またな。お、気を使った感じか。え、ああ、すずくん、今の人、眠らず王様？うん、同級生の織巻すずくん。いつもは元気で明るいんだけど。舞台の上でもそんな雰囲気だったね。ねえキサちゃん、もしかして勘違いされちゃったのかな。勘違い？え、まさか。いやいや、もう完全にそうでしょだってすずはキサのことを男の子だと思ってるし、学校の外でね、女の子と会ってるってなると、まあそりゃ、しかも、あ、しかもっていうとあれだわね、学校外の人間って今言おうとしたけど、この学校女性いないんだったわ。青が私の彼女とか？うん、キサちゃんユニベールじゃ、ほらね。青ちゃんルートもお願いします。そうだ、鈴くんにとって私は男友達なんだ。その私が女の子と一緒にいるのを見たら、彼女だと思われてもおかしくない。でも、そしてあの表情な、どこか残念そうな。だからってあんな風に気まずそうな顔するタイプじゃないんだけど。キサちゃん、後で誤解を解いておいた方がいいかもね。あ、そうだね。うん、そうするよ。お、すずの部屋か、初めてだよな。はい、すずくん、立花です。え、立花？あ、ごめん。ああ、こっちこそ、急にごめんね。いや、どうしたんだ。あのさ、ほら、玉坂坂で会ったよね。ああ、あのね、友達なんだ。様子がおかしかったから。いや、これ直接あれか、すずに聞いてみる感じかな。様子がおかしかったから。え、ああ、まあ訂正しろって青ちゃんには言われたけど、ちょっとすず本人の口から聞きたいなどうしたんだろうと思って。彼女か。お、ストレートに聞いてくるね。え、一緒にいた子？違うよ、友達なんだ。すげえ必死じゃん。だって本当だから。お、ちょっと好感度が。でも好きだったりすんじゃねえの、あの子のこと。え、お前すげえ楽しそうだったからさ。お、あからさまな嫉妬だね。見たことねえ顔してた。
安心してる顔。いやまあ安心してたのは間違いじゃないけどね。多分学校の中とかでまあそうちゃんがいてくれてる感覚とはまた違う同性のお友達がね、すべて知ってくれてる友達、これがなんか青ちゃんが何も知らないんだな、ちょっとあれなんだけど。お前があんなに気緩んでるな、初めて見た。青は全部知ってるし、同性の友達で気を使う必要がないから顔に出てたのかも。じゃあなんか普段まあジャックというかあれだね、男性の素振りをまあこの学校ではずっとちょっと気張ってるんだと思うんだけど、その男性の素振り的なのも青と学校外で二人きりで会ってる時はどうなんだろうね。でもそれは言えないし。あのね、あの子は本当にいい友達なんだ。スズ君が考えているようなことはないよ。いい友達。あ、まあでも学校外もそうか。なんかすげえ声かけられるぐらいだから。まあ学校内にいるのも学校外、まあ玉坂の町にいるのも、まあ、同じようなもんか。うん。こんな嘘はつかない。そっか。まあ、俺も最初見たときは、女の子が二人で遊んでるようにしか見えなかったけど。ほら。ほらね、やっぱ外で青ちゃんと二人で会うときは本当になんかその普段のさ、ジャックのこのジャックじゃないわ、男性としての素振りっていうのもちょっと緩むんだね、やっぱり。鈴くん鋭い鋭い、よく見てるな、本当に観察眼がすげえ。びっくりさせちゃってごめん。あー、いや俺も変な態度取っちまって、うん、橘に彼女がいたっておかしくねえ話なのにな。お前は真面目で優しいし、人の話もしっかり聞いてくれるし、でいざって時は助けてくれるんだから、そりゃモテるに決まってる。お前のそういうところ友達として分かってんだ。分かってんだけどな、なんでだろう、これ胸がざわっとして。ごめん、今日調子悪いのか。そっか、じゃあ私戻るね、また明日。うん。嫉妬だね、キサはどう思ってるんだろうか。立花、あ、どうしたの鈴く。変なこと言うかもしんねえけど、俺お前のいい友達になれないかもしれない。え、俺もしかしたら。ああ、だから好きだから嫉妬してるんじゃなくて、なんかキサに彼女ができたことを妬んでるというか、なんかそういう感じに捉えちゃってるのかな、今の自分の気持ちを。ああ、いや、なんつうか、こんだけ気を使わせちまったからさ、悪い友達だなと思って。それとももう好きっていう自覚があるから。ちょっと友達としては見れないみたいな方向で気づいちゃってるのか。でも誤解したままじゃなくてよかった。ほら、知らなかったら俺みんなに言いふらしてたかもしんねえだろ。わざわざありがとう。じゃあお疲れ。あ、うん。そっか、ごめんね、青のせいで。うん、そんなことないよ。すずくんのことだから、明日になったらまたいつも通りに戻ると思う。ねえキサちゃん、あの折巻くんって。青ちゃんは気づいてるんじゃないかな、すずの気持ちに。ん、うん、ごめん、やっぱりなんでもない。また今度一緒に遊ぼうね。結構青ちゃんふわふわして、まあ言い方悪いんだけどちょっと天然みたいなね、感じに見えるけど、やっぱり鋭いとこあるんだろうな。キサちゃんが誤解されないように青も気をつける。ありがとう、じゃあまたね。鈴くん。